FM 大阪からお届けしています。西国三十三章トリッパラウンドサーティスリー今週でシガシリーズラストになるんですよ。いいい早いですね。ねまあでも言うてももう十月二十日ですからね。そうか。<laughs> ほんまやね。<laughs> はい。はい、さあそんな十月二十日の今日ご紹介するのは、はい、第三十二番のオ札書章笠さん観音正次さんこちらのご紹介です。はい えー、観音聖寺さんでございますけれども、はい、こちらはですね先週お伝えしました、うん、あ長明寺さんと同じく滋賀県の大宮八幡市にございます観音聖寺さんでございますが、はいえー、標高が四百三十三メートルのキヌ山という山のまあてっぺんにあるんですね。結構四百三十三ってありますよね。結構ありますよ。結構ありまね。あのこちらも推古天皇さんの時代。 古いです、ね。六百五年に聖徳太子さんによって創建されたお寺と伝わって。ます出ました、聖徳太子さん,、うん。あの、聖徳太子さん、結構ね、この時期に、この辺の有名な狩野さんのお寺ね、結構解散されてるんですよ、ね。あ、そうなんですね。で、境内からはですね、安土城にあ、のあったですね、安土山とか。 西の湖をはじめ、まあ、素晴らしいこの絶景が一望できましてね、はい、で境内からこの新幹線も見えるそうでございまして新幹線が見える、うん、あのなんか2027年をめどに引退と言われているあのドクターイエローっちゅうのもね。<laughs> 黄色の目目立立ちちまますすんでねねもうそうかまあだからそうですよね境内から新幹線見えるとなるとドクターイエローが見えるこきもあるしいろんな方の新幹線があっち行ったりこっち行ったりですけどもあっち行ったこっち行ったりして聖徳太子さんによって創建された605年ということなんですがこれは聖徳太子さんが人魚のために開いたお寺でしょ。ってそうでしたよねね観音さんは えー、このお大使さん聖徳太子さんが近江の国にね訪れました時に琵琶湖へこうほとり行かれりまして、うん、そしたら人魚がやってきたそうでございましてね、はい、で私はまあ前世その漁師でございましたとで、まあ、その結果こんな格好になりましてと衣笠さんの山にですね えー、お寺を建ててどうにか私を成仏させてやってくださいということを一生懸命懇願したそうでございます。うん、でそれを聞きましてこの聖徳太子さんが、うん、分かったとこの人魚を成仏させるために自ら千住観音さんを刻みましてお寺を開かれたというふうに伝わっております。はい、で観音障子さんにはこの人魚のミイラが安置されておったんですけれども1993年の火災で焼失し,、えー、しまして。 で現在はそのミイラの写真は残っているそうでございます。ね、本当。はい。私は前世で漁師でってこういうね、うん、ね人魚がいるかとか言わんかったとか、ね、そうですか。でもそうか火災で焼けてしまった。そう、そうなんです。でまあこの火災でね、本堂とかご本尊さんも焼けちゃったんですけれども、はい。まあ明治の時にこの彦根城のね。 御殿を移築して本堂とされていたのがこの火災で焼けたんですけれどもね、うん、まあですから2004年に、まあ、93年焼けまして2004年ですから、えー、まあわずかの期間でございますけれどもこの間に木造の入りもや造りの新しい本堂がまあ落慶されたということでございましてねうもうなんかこう、はい、念願のみたいなね,、うん、ねっあったんでしょうね。ねえ本当にまさあご本尊さんについて教えてくださいはい。 ああのまあ、焼けてしまいましたんでですね、うん、まあ本尊さんを作らなあかんということでこの時に本尊さんがねすごいんですよ、うん、インド政府に行きましてねイン,ドイ,ンドインドに行きまして、まあ、特別な許可を得まして白弾を輸入したんですよ。つまり<ー>白弾で仏さん作ろうと。 今できるんですか、うん、そんなこといや今ね鉱木は多分輸出禁止とかになってるの結構ありますんでね,そ,うですよねそれかやっぱりもう、はい、この日本側の誰かとインド政府側の誰かがよっぽど信頼関係とかがね,、はい、<laughs> ねあったらもうそんないきなり初対面でお願いしますって言っ,て言ったらはぁ言われますよねはぁ言われますよね、うん、無理ですで結局そのまあ特別な許可を得まして白弾が輸入されましたその原木およそ 二十三トン。ちょっとわからない。<laughs> すごいですよ。よっていうかようありましたよね。いやござよほんまにですよ。うん、で、えー、それで物師松本妙慶さんがですね掘、えー、られました総百段作りの千住千眼観世音菩薩座像でございます。ねえー、すごいですよ。高さ六点三メートル、うんえー、座高ね。 が3.5メートル高さ6.3メートル座高が3.5メートルの日本最大級の大きさというような、えー、総白弾作りの観音さんということですやっぱいい匂いするんですかねあのねお堂入る前から白弾の香りします、えー、でねこの時にそのほら、えー、ほらはりますでしょ、はい、白弾のこの立ち傷がクズが出ますやんか、うん それ全部白檀ですからね。お香白檀ですよね。ここですわね。うん、で、それを作って、お線香を作られましてね。あ、そうですよね。もっ,いいもったいないですもんね。そういうのがね、あのお寺の授業の中にあったりしますけれどもね。んまあ、本当ね、お寺の境内、あの本堂近づくと、もうこの白檀の香りがします。 でもこのブッシュの松本さんも松本萌景さんも有名な方ですよ。ねもうそんな機会はまあもうあるのかないのかという感じですよねそんな脈弾そんな大きい白弾パーンと掘るいうのはねじゃあもうみんなの願いがね一つになったというようなねご本尊さんやと思うんですけどもでまたそれとは別に実は秘仏もございまして。 旧ご本尊さんのお前立ちつまり焼ける前のご本尊さんのお前たちがあったんですね。 えー、その、まあ、旧秘仏でございました昔はね今はあの秘仏じゃないんですよあのご本尊さんは、ねはい、いつ行ってもお参りできるんですがうん、うん、焼けたご本尊さん秘仏だったんですね、はい、ですからお扉の前にお前立ちさんがやりましたでそのお前立ちさんの本尊があのお前立ちさんがまああの24年に出てきはりましてねで、えー、旧本堂のお寿司の,その図面をもとに復元されたその宮殿そのまあたらお寿司に とととして安置されるいいうことでございます、うん、つまりあの昔のご本尊のお前たちさんが,お前たちが、えー、秘仏として、えー、お寿司が作られましてね、はい、であの秘仏として安置されたということで御、えー、会長は33年に一度と定められましたので次回は2055年でございます。 二千五十五年ね、はい、まあ頑張りたいですけれどもね、ね<ー>本当にね。はい、まあ頑張ってい、もういけたらすごいですよね。ね<ー>観音商事さんでは、珍しい体験が、なんかできるようになったっていう。はい、さよでございます。えー、今年の四月から、西国唯一でございます。札打内詣ができるようになりました。これはもう元祖じゃないですか。そうです。あのー、今ですね、西国のお札を巡礼しますときに、この納め札という。 なんかペラッとした短冊みたいなのがありましてそれを収めるというあの紙の書いたものをね収、はい、めるというのがまあございますが、はい、あれはもともとね木の,の札でしてね、はいえー、それ書いてそれを 本堂のこの柱なんかに打ち付けたんですね。大胆ですね。はい。うん、これ今やると、あの指定文化財ですと、え文化財保護法で違反ということで捕まります。やめてください。はい、良い子はやめてね。ねですから、できませんが、うんうん、あの、その原型をですね、例えば一条寺さんの本堂なんかでは、まだ木がね、その札が刺さったままの状態で、お堂がございますんで、うん、お参りしはったら、あ、こういうことかっちゅうのがわかると思いますが、えー、なので、まあ、札書とも言うようになったんですけれども。はい まあそんなことであの今はまああの札を打つことができなくなりました。あしたがって、えー、観音所有さんは「あであれば」ということでこのお札をお納めるこの柱がね あありということで原点に立ち返る体験をしようということでその指定の場所を作られまして、はいでえー、札打ちをできるようにされました。すごいはい、でまあ札打ち量としまして体験まあまあちょっと一回やってみようかっていうやつですねいうの場合は1枚、えー、1,000円よりで、えー、月産月参りですな。 月参りの場合は十二ヶ月ですから十二枚ワンセットになっておりまして一万五千円ということです。でこの場合には入山料、内陣廃関料、あと裏の林道の通行料も十一回分あの入っているということでございます。はい。はああそうですかね。うん、そういう体験ができるまあ原点ですね。うん、できるということでいいですね。それもね。ね<ー>はいわかりました。その他見どころございますでしょうか。はい。初、え、音、ー、のほか、えー、江戸後期の千八百四十 4年に建て,れ建てられました書院の,この庭の門でございますけれども、うん、こちらも、まあ、ございますし1881年、明治14年に作られました地蔵堂、えー、昭和3年1928年に作られましたごま堂に、えー、札堂、えー、小堂、手水舎なんか7軒が20年2021年国の登録有形文化財になったということでございます、ね。んなん見いいいっぱいありますすよととうことですね、はい そして特別拝観がある、はい、ということを聞きまましたそうでございますね11月1日金曜日から12月13日金曜日まで、えー、聖徳太子1400年御恩旗大法へといたしまして秋の特別公開とご本尊千手観音坐像のお見え拭いを含む内陣拝観が行われます。 別途配管料500円ということでございましてで、えー、またそのご本尊さんの体内秘仏であるさん千住観音流造の特別公開も決定いたしております。 え期間は前期が11月1日金曜日から12月13日金曜日までえ中期が2025年、来年ですね。来年の4月1日火曜日から7月10日木曜日まで、はい、え後期が来年の2025年10月1日水曜日から12月13日土曜日までということでございます、はい、もう来年の年末の話、決まっている。はい、はい 滋賀県近江八幡市にあります衣笠山観音障子さんは配管時間が朝8時から夕方5時までで入山料は大人500円中学生高校生300円小学生以下は無料です。アクセス JR 琵琶湖線能登川駅から近江鉄道湖国バス神崎線八日市市駅八日市駅行きで11分。 観音寺口バス停下車歩いて40分お車の場合は名神高速竜王インターチェンジもしくは八日市インターチェンジから東近江市五ヶ章林道経由でおよそ50分観音,観音商事浦参道三条駐車場から歩いて10分ほど別途林道通行料600円が必要です。 はい、あの歩いて四十分というのはですね。表参道がね、千二百段の石段あります。千二百。長明寺さんで八百八段、はい。さらに長い。たしかに二千八。また、あ、三でいいけど。<laughs> はい。まあ西国屈指の難所と言われております。ですでね、お車の場合はその山上の駐車場まで車で上がれますけれど。 そこからさらに10分15分は歩かないといかんのですよ。でまあ客力に自信のない方は、まあ、この、うん、裏山道ねこの車でヒュッと上がられる方が、まあ、あの一番最短ということでございます。なおですね五箇所側の林道のこの通行時間は朝8時からあ夕方4時半まで。 で冬になると凍結とかあ積雪で通行止めになる場合があります。うん、あの下と上では天気変わりますんで、なんだって <laughs>、はい、山の天気に。はい。たまにあのご住職があのこの林道で車ごと崖に落ちたっていうの結構あの聞きますんで。<laughs> はい。観音様のお力で。なかなかね。でも、そんなにしょっちゅうね。ええ、除雪してて、大変なことになったとか、ね。かあ,あ、そうですか。で、ね、も、私たちはそこに関して素人なんで。はい。気付けないといけませんね。いはい。はい、さあ、それでは、森さん、今週も御神言をお願いいたし。ます、はいえー、観音正司さんは、あ、千住観音さんでございますんで。はい、千住観音さんの御神言、御婆娑羅、多良間切句でございます。それでは、三遍お唱えします。 ありがとうございました、はい、さあ今週は西国33章第32番のお札書キヌガ笠さん観音昌司さんこちらをご紹介しました。